はい、こんにちは。札幌占い美容室早岡市の武藤です。今日は、カラーをやりたいと思います。で、時間は1時間半ぐらいで、ちょっと1時間ぐらいかな、1時間ぐらいでカラーだけなのでと思います。どうしますか？いきなり上は暗めの、はい、下はグラデーションで明るくしたいです。面接の時はここは7トーンぐらいにしてグラデーションにするので、面接の時はシニオンロールでごまかすと、ちょっとここ回しますね。だからここで縛って面接の時はじゃあゴムで縛ってこうして、こうして、で、これでくる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 って丸めて、結構腕力使う。そうそう、きつくやんないと。そうかそうか、取れちゃう。はい、まあね、完全見えてますけどね、ブリーチが。で、まあ、こうやった時に大丈夫なぐらいに、すいません、ありがとうございます。はい、まあ、こうやった時に、あとピンで止めるってことですね、くるっとやって。はい、了解です。で、面接が一応大丈夫。あ、今日も止めてたんですね。あ、はい、止めてます。これでアルバイトとか仕事、あ、すいません、ありがとうございます。仕事でバレないということでですね。はい、はい、もう分かんないですよね、これだったら。こんな感じにごまかせるけど、下ろした時はちょっと派手にというか、結構激しくしたいので、普段プライベートとそういう仕事の時に分けれるようにしたいっていうことですね。はい、はい、根元の方をカラーやっていくんですけど、7トーンぐらいで暗くしたいということだったので、今回はカラーの方は根元の方がプレストンの、パールベージュの6-91とプラチナムの66-81を1対1でとりあえず、リタッチをして、同時進行で、パネルごとに根元塗って毛先っていう方法もあるんですけど、ブリーチのタイムラグがすごく嫌いなので、ブリーチのタイムラグなくすためにまず1回全部根元塗っちゃってからやった方が髪が傷まないと思うので、そうします。で、今回使う薬は、今のフォレストの薬にムササビトリートメントを 5% 混ぜまして、で、ブリーチ剤にも、トリートメント作用というか、ちょっと傷まないようにしたいので、ムササビトリートメントをブリーチ剤にも 5% 配合しています。はい、ちょっとやっていきます。まず今ドライの状態なので、ちょっと一回濡らす感じで少しウェットにします。ちょっと1時間でやるので、ちょっとウェットはこのまま軽く濡らしてやりますね。毛先のところをブリーチするんで、ちょっとここは塗らないで、まあ、今ちょっとほんとざっくり塗ってるんで、この後綺麗に塗っていくので、まずとりあえずざっくり塗ります。パネルじゃないか、ブロッキングごとにただ全体をこう周りに塗ってる感じですね。で、これ全然馴染んでませんので、しっかりこの後塗っていきます。ここはちょっとあれですね、就活用の色ですね、ここはね、この音は。前髪も就活色にしちゃっていいですね。はい、楽しみです。でもさ、普通に、まあ、縛ってる時はさ、大丈夫だけど、ちょっと普段を戻すのって仕事だ。普段は、バイトの時とかはポニーテールとかにしてます。あ、そうなんだ。仕事始まってもさ、ずっと縛ってればいいのか。そうですね、それ
そうですね、まあ、これから、まあ、今季節的に動画見てる人はどの季節か分かんないけど夏になるの、夏なので夏で暗いのもちょっと寂しいっすよね、うん、なんか行かないんですか、夏。夏は東京、東京行くのですね、はい。あのなんかイベント、イベントと、イベントから何行くの、ウルトラ、イベントっていうか私自身が、行けなくてない、あ、いいですか、なんか やってんの、あのなんかパチスト、あの大学の、うん、その大学ごとで、うん、そのサークルでやってる方たちもいるんですけど、はい、私はなんかその一応大学生の仲間とユニットを組んで、はい、そのなんていうのアイドルの曲を、はい、コピーダンスする大会が、あって、YouTube とかでも出てるっすか？あ、出てます。え、出てんの、踊ってるやつ、マジ見てそれ、それ言っても大丈夫？あ、全然大丈夫。え、なんで検索すればいいの？ユニドル北海道2018サマー、ユニドル、そのてユニドル、ユニドル2018、北海道予選、北海道予選で、それで見たら出てる、あ、出てます。もちょっとむしろちょっとカラー今途中でやめて見てみたい。ウケる、出てます。それのすごいね、予選が何やってんの優勝して、え、優勝したの？そうなんですよ。で、え、ダンスそんなすごいんじゃん、したら。いやいやいや、何やってんのめっちゃ見て、それの全国大会が、すごいねそうなんだ。え、でもともとそういうダンス好きだったの？ダンスは4歳ぐらいからずっとやってて。やってんだ。じゃ、何、アイドルの曲に合わせて。あ、そうです。でもさ、そんな曲速くなくない？もうそのまんまやるんです。例えば AKB48さんが踊ってる曲をそのまま踊りもコピーして。ああ、そう、え、じゃあまるっきりそのままやるってこと？そうです、まるっきり。なんだ、ちょっと早い踊りとかあの踊りをやるってこと？そうです。普通のダンスもできるんですけど、 それが何が採点なわけ？確実にその欅坂に近いとかそういうこと？踊りが超近いっていう、採点基準は一応審査員の方がいて、はい、ダンスと、あとパフォーマンス力とか魅力とか表現力、かわいいは多分関係ないんですけど、踊りなんですか、表現力とかその構成とかステージ全体のパフォーマンスを評価。ちょっと頑張ってよ、ちょっとありがとうございます。え、それそこでさ、全国で優勝したらやばい？いや、全国で優勝しても多分何もないと思うんですけど。何もなくてもすごいな。あとは観客の方の投票で決まります、順位が。じゃあそしたらいつ何ちゃうの？全国大会は8月23日です。8月23日にみんな来てくれればいいってことさ。来てください、東京の方。8月23日に彼女に会いたい方は踊りを見に行ってください。お願いします。8月23日ならアップできるかいや、頑張れば、早く早めにアップするんです。新木場でやるので8月23日新木場で会えるので、チーム名はわからないですチーム名はピンクジャムっていう。ピンクジャム、はい、それはなんかツイッターとかでもあるの？ピンクジャム、あ、あります。いや、あんの？フォローしてくださいピンクジャムっていうのをツイッター、何がメインなの？インスタ？メインはツイッターです。ツイッターでピンクジャムって検索すればいいわけ。どうしよう、アットマーク、うん、ユニドル、うん、下ハイフンって言うんですか、うんうん、下アンダーバー、ね、でピンクジャム。ピンクジャムってさ、英語で入れるの？そうです。絶対みんな分かんない。そうちょっと後でじゃあ俺なんかそこをクレジット載せとくからさ。あ、ありがとうございます。なんか後で教えて、はい、ということです。お願いします。なるほど。私のツイッターもあるので、私のツイッターも皆さん登録して一票を東京の新木場に来てお願いします。え、それ誰でも投票できるわけ？そこに行ったら。そうです、見に来ていただければ。ピンクジャムに投票すればいいでしょ？はい。ごめんね、ちょっと痛いかもしれないけど。大丈夫ですか？ピンクジャムに投票してほしいですね、そこはすごい楽しそうだね。楽しいです、とても。そうなんだ。え、髪の毛どうするの、その時？
その時は、うん、カツラかな。あ、全然髪色とかは何でもいいので。あ、髪型ですか。髪色とかは、髪色は自由です。なんかイメージ的にもやっぱりそれって統一感ダサいダメとかないの。みんなバラバラですね。染めてない子もいれば。あ、そうなんだ。まず状況があるからね、皆さんそれぞれ。そうなんだ。なんでピンクジャムなの。一応誰かつけたの。コンセプトとしては、うん、うん、とピンクはとりあえず可愛いよねみたいななって、かわピンクってつけて、ジャムっていろんな種類があって、はいはい、それぞれの個性を出せるようにみたいな。ああ、の食べるジャムね。あ、そうです。あ、いい名前ですね。あとなんか英語でもジャムって楽しいとか、あ、そういうポジティブな意味があって。あ、そうなんだ。つけました。いいね、ピンクとジャムで。もともと劇団に入ってたメンバーで構成してるチームなんですけど、その劇団もクラスが果実の名前なんです。フルーツの名前なので。劇団がフルーツの名前なの。あ、そうです。イチゴとかクラスが、イチゴとかのはないんですけど、パインとか、はい、スイカとか。スイカダサくね。スイカは一番ちっちゃい子たちなんですよ。ああ、そうなんだ、なるほどね。2歳とか3歳かな、ちっちゃい子たちで。あとオレンジとかあって。ああ、そうなんですね。ジャムもいろんなフルーツとかの種類があるから。いいね、そっか、それにしようみたいな。なるほど、そういうことか。いや、それはちょっと応援しに行きますわ、僕も。いや、全然行かないと。行かないと新木場。いや、なんか新木場行きたい。来てください。新木場行きたい。楽しみです。ピンクジャムに投票しないとですね。それは。で、今回の投票数が1位で入れたんですよ、はい、あ、そうなの。審査員票が2位だったので、うん、投票が2位だと優勝できなかったので。そうなの。ピンクジャムめっちゃ有名なんじゃないしたら、うん、俺今ピンクジャムの髪染めさせてもらってるけど大丈夫。いや、そんな、そんな偉大な。いや、有名じゃない。結構今緩めに染めてるけど大丈夫。もっと真剣にやんないと。大丈夫かな。はい、有名ちゃんとやります。お願いします。はい、そう、それちょっとかかってますね。